日本大阪府東大阪市大バス大バスは大阪府東大阪市の地名。大バスの読みは長らく、大つ寺だったが、大橋東一の5丁目、大橋北一から4丁目、大バス南一から5丁目の現行町名が実施された1971年に大橋に変更した。なお、大橋時代は大阪府各市の難読地名で知られた。 小山戸川本流にあたる長瀬川の中流佐賀に位置する。昭和30年代までは農地が広がっていたが、高度経済成長に伴う人口集中でベッドタウンとして開発され、現在はほぼ宅地化されている。宅地化が急速かつ無秩序に進んだことから地区内の道路はむね、境愛であるが、上理性に由来する地割りが現在でも残っている。江戸期には、 渋川軍大蓮村を形成。1889年4月1日より長瀬村、大アザ大、連。1937年4月1日より、伏市大、連。1967年2月1日より、東大阪市大連となり、1971年に、現行町名となった。中条姫が、当地の大蓮池に群生する蓮で、東馬曼荼を追ったとされる古事。 または、当地にあったオーバステラという臨在州の人員名に由来する。オーハスイ池、またはオーバステラがおツ寺に変化したと考えられている。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 なお、3丁目と5丁目の全域と4丁目の一部は調整区域である。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大バス交差点大橋東に関するカテゴリー、大バス北に関するカテゴリー、大バス南に関するカテゴリ。ありがとうございます。